皆さんこんにちは、よしがるです。いつもご視聴、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。私は今ですね、ロサンゼルス空港 LAX におります。これから1週間ハワイに、旅行に行こうと思っております。その旅行の様子をお伝えしようと思ってますので、皆さん一緒に旅行気分を楽しんでください。それでは行ってきます。サンドイッチと、私はコーヒーとグアバジュースを頼みました。アウハナカフェって書いてあるね。ハワイアンエアラインのために作ったのね。昔食べたマクドナルドのソーセージマフィン。はい、今ハワイに着きました。5時間ちょっとぐらいだったかな。あっという間に着いちゃった。もう日本に行くのに比べるともう半分ぐらいなんで、すごい楽ちんでした。今ね、現地時間で、10時半です、ね、カリフォルニア時間では12時半これから荷物をちょっと取りに行ってホテルにチェックインしようと思ってます。はい、ホテルに着きました。今ね、このタクシーで送ってもらったけど、メーター見たら45ドルになってたからそれぐらい空港からはかかると思います。少し早いんだけど、チェックインタイムが3時で、今まだ11時50分なんで入れるかわかんないんですけど、荷物は預かってもらおうかな。じゃあ今回はここに泊まります。ダブルツリーバイヒルトン。じゃあね、アーリーチェックインね、50ドルエキストラでかかるっていうから荷物だけ預かってもらって、今ちょっとブラブラ周りを歩いてます。彼が帽子を忘れてきちゃったってことでABC ストアで帽子買いたいと思います。みんな大好き ABC ストアABC ストアはホノルルを拠点とするコンビニチェーンで、旅行者向けお土産が充実しております。パレオ12ドルとか結構ね、安いんだよね。チューブドレス、これでまあ21ドルぐらい。お花買おうかな。去年これ買ったんだけどなくしちゃったのよね。前もご紹介したけど、こういう ABC ストアエクスクルーシブでハワイアンジュエリーが安く売ってるの。本当だ、日本のビールも売ってるけど、ビールもたくさんあります。前もご紹介したけど、こういうお惣菜が最近ね充実してるのよ。このなんかサーモン丼みたいなね。あ、これほら、すごい。ラップもいっぱいある。そしてお寿司。あ、なんで今回この時期にハワイ来たかというと、仲のいいお友達夫婦がハワイに行くよってことでジョインすることになりました。ちょうど今みんなでじゃあランチ食べに行こうかって言ってるので、これからお昼食べに行きたいと思います。じゃあね、こっちのレストランで食べます。あー、すごい景色いいじゃん。おー、ほら、ダイヤモンドヘッドが見えるよ。お店こんな感じ。モンキーポットっていうの？モンキーポットっていうのね、このツリーを。あー、そっかそっかそっかね。トルティーヤスープルコギタコスだって、すごーい。ケールサラダで、私のニョッキー。いただきます。うん、柔らかい、弾力あるパスタが溶ける感じ。もうこの景色でさ、食べるのが美味しいよね。サーファーサーフィンしてるね。ローカルモーションです。昔ね、ほんとね、ここのね大好きだったんだよね。かわいい T シャツとか、すごいかわいい帽子、かわいいな。え、これ子供かちっちゃって思った。ほら、すっごーい。あ、なんかこれかっこいいな。
このローカルモーションのカバンも可愛い。ちょっとなんか形が吉田カバンみたいじゃない。80ドルです。こけしのハワイ版。色がハワイだよね。さよならオーシャン。いやこんな顔してたっけ。I love this. It's so cool. It's all mine. This is my favorite cards. Oh, and they have they're of pearl. Oh. Yeah. All recycled aluminum. So cool. It's this handmade. Yes. Yeah. I can do special price for you if you want. Wow, Monstera. Mm-hmm. No, I think this is palm tree's skin or something, right? すごい、これ好き。ここあれじゃない？本当にホテルのギフトショップって感じ。あ、もうこのアロハのやつすごいいっぱいあるね。ポーチとか、ジュエリーとか。石がすごい売ってる。なんかちょっとスピリチュアルっぽい。都杯って何？あ、これ持ってる。あ、でも箸置き。これ多分あのお香立てだと思うけど。そうだね、うん、あ、これかわいい。ほらサンゴでハートになってる。これもよくない？なんかあのさ、シェルのこう栓抜き、マーメイドの栓抜きとかあるよ。22ドル。パイナップルのお皿とか。いや、パイナップルのキャンドルとかかわいくない？ This is for you. じゃあね、今ねホテルにチェックインしました。部屋はこんな感じです。まあすごくスタンダードなお部屋です。まあ悪くないよね。シンプルでシックだし、必要なものはある感じです。テレビとかコーヒーメーカーとかフリッジ。あ、ここフリッジじゃなかった、こっちかね。バスルームこんな感じです。こうシャワーがちっちゃいね。タブ付きのお部屋もあったんだけど、なんか意外と高かったんで。どうせね、あのホテルであんまりゆっくりしないんでね、観光中は。ウェルカムクッキーくれました。あのね、あったかい。チェックインしてからですね、ここはブルワリーに来ました。ワイキキブルーイングカンパニー。ここね、なんとホテルの隣、歩いて来れるので、ちょっとここで一杯飲みたいと思います。ビールがこんだけあって、あとカクテル、いろいろある。カクテル飲んじゃおうかな。そう、フィッチマンに中央だ。あ、いいパ。結構高いね。わお、すごい。ストロングウェーバー。樽みたいな味がする。モルト。モルトの味がすごい強い。そして私はですね、マイタイを頼みました。私の思い描いていたのと違うけど、でも美味しい。なんか、ラムが2種類使われていて、ライトラムとダークラム。いやね、今日実はね、来るときに一つトラブルがあったんですよ。私、日本の名前とアメリカで使ってる名前が違うんですけど、チケットをね、まあ、彼が取ってくれたんだけど、日本の名前で取っちゃったのね。日本に行ったときにチケット買って、その情報をね、そのまんまね、リロードされたんですよ。名前が違うので、乗れないと思って、ちょっと軽くパニックになったんですけど、航空会社の人にカウンターで相談して、でなんとか乗せてもらえたんですよ、名前を変えて。だけどね、今今度ね、帰りのチケットがまた同じ状態なんですよ。帰れるかわからないんだけど、多分帰れると思うけど、もう帰れなかったらハワイに移住します。その前にもう一個ね、トラブルがあったのね。何時に起きようと思ってたんだけど、まあ、彼がアラームをセットしてたんですよ。ところがね、3時半に私起こされて、もうすぐ行かなきゃダメですって。えみたいな。あの、私準備に1時間かかるんですけど、まあ、そういうこともあって今日もう本当に朝からドタバタだったんですよ。まあいろんなことあったけど、まあ晴れて今日はこうしてハワイに来ることができました。本当に良かった良かった。今ね、お買い物しようと思ってアラモアナセンターに向かっております。はい、アラモアナショッピングセンターに来ました。今あの化粧品のマックにいて、化粧を直してもらったんですけど、酔っ払いすぎてここであの倒れちゃいました。お水をあんまり飲んでなかったからディハイドレートになってたと思うんだけど、なのであの買い物せずにこのまま帰ります。
はい、おはようございます。今日2日目です。昨日ね雨パラついてたけど、やっぱり晴れ女。今日は天気がいいです。昨日ねちょっといろいろあったね。起きるの遅くなっちゃって、空港になんかギリギリだったりとか、チケットの名前が ID の名前と違ったりとか、 Mac でお化粧をこう試させてもらってたら酔いが回っちゃって椅子から倒れちゃったりとか。昨日はまあそんないろんなことがあったんだけど、奇跡が重なって、まあ、私はこうしてハワイに来ることができたんですよね。だからまあ復興中の幸い、ラッキーだね。ということで今日は2日目ですけど、ちょっとまだね昨日の酔いが残ってて二日酔いな感じ。もう一晩中お水を飲みまくっていたので、多分顔がむくみまくってると思うんですけど、お見苦しいですがご容赦ください。これからね朝ごはんを食べに行こうと思ってますが、ちょっとあんまり歩きたくないので近場でサクッと食べようと思っています。いや、すごい並んでるよ。あ、ここのカフェめちゃめちゃいっぱい。ちょっともう一つのカフェ試してみるね。あ、もう一つの候補がここなんだけど、並んでないからここにしましょうか。サニーズっていうところ。なんかオムレツとかすんだね。ダニッシュもいっぱいあるよ。お店こんな感じ。朝のコーヒーいただきます。なんかミディアムローストだね。すごいちっちゃくて可愛い、本当にローカルのなんかカフェって感じ。ほらこれさ、絵売ってるよ。ほらこれ30ドルとか25ドルとか。カフェはベジオムレツ。私はヴィーガンガーデンブレッキー。美味しそうじゃん。こういう感じだったのね。オムレツかと思ってた。今お隣の席の人とお話ししてたんだけど、昨日なんかサンセットクルーズに参加したんだって。じゃあいただきます。野菜大好きだから美味しい。もうブロッコリーとかカリフラワーとか大好きなんで、それがたっぷり乗ってるからすごい、美味しいですね。じゃあね、シナモンロールを一つを半分ずつにしました。Good, right? 美味しい。見た目失礼だけど美味しそうに見えないんだけど、美味しい。なんだろう、シナモンちゃんと効いてって。バンズはそんなにこのふかふかとかじゃないんだけど、薄めな感じなんだけど、ちょっとサクッとしてて、バランスがすごいいいわ。コーヒーとすごい合う。すごい混んできたね。はい、ごちそうさまでした。いやね、美味しかったよ。特にシナモンロール気に入っちゃった。めちゃめちゃ美味しかった。じゃあね、これからね天気も良くなってきたし、ちょっとビーチまで歩いてみようかなと思ってます。うちのヒルトンはハワイアンビレッジ。ダックちゃんここにもいるから。あ、かわいい。ワイキキの魅力が集結したヒルトンハワイアンビレッジ。ここだけでショッピングからお食事、ビーチアクティビティに至るまで、やりたいことが全て完結してしまうほど充実したホテルです。ノールアーサー部長、結構こういうハワイっぽいの好きなんだけど、てかさ、これ男の人形って感じ。男っぽくない？ That's good too, right? Like the islands. $45. このカバンも可愛いよ。まあ50ドルぐらいか。これ可愛いじゃん。こうマテリアルもいい感じ。60ドルか。これもいいよ。Looks like Barbie。ハワイアンソックスいいよね。花柄とかすごいセレクションなんだけど。これとかほら、猿がサーフィンしてる。ABC ストアはどこにもあるね。浮き輪みたいのも売ってるしね。あ、お店こんな感じ。すごいアロハシャツいっぱい売ってる。ハワイアンタンブラーかわいい。これで20ドル。こういうのもかわいいじゃん。こういうの。ほら、これもハワイとか。これ見て、チャコールパンケーキだって炭15ドル。これが目に留まっちゃったんだよね。ブリンブリンバッグ、アロハバイブ。なんかこれも可愛いよね。ABC とは思えないトートバッグ。意外とおしゃれじゃん。このほら三角バッグとか、この辺なんか24ドル。これちっちゃいトートバッグもある。これ16ドル。結構これもツボですね。グラゼとか好きなんだよね。かわいい。ABC とは思えないんじゃない？最近の ABC ね、なかなかね、かわいいのあるんですよ、安くて。What's this? ココナッツ。ビキニと。
本当だ。やばいじゃんこれ。これ How much? エキストララージとかアビオラージとか。999。なんでこういうの見つけるの？フラセットとか言って。面白いね。これね、前もご紹介したけど、種とか売ってんの。グアバとか、パパイヤ。お土産にいって。これかわいいよ、絶対に。これもいいけど。このシリーズいいね、ヴィンテージティー。じゃあね、これをね、お揃いで買っちゃおうと思います。2枚で32ドルだから。これ T シャツホラー2枚で30ドル。お土産にいいよね。デザインもね、最近ね、可愛くなってきてんだよね。ハットも18ドル。可愛くない？これとか、この T シャツ可愛いなと思ってるんですけど、なんかこの帽子も可愛いよね。この帽子ね、可愛いの。これ見て、アメリカのフラッグだけど、タオルとハワイ2way でなくしちゃいそう。これすごい、ここいっぱいある。日本食バッフェ、とんかつで23ドルとかだね。バッフェは17ドル。ホテルのすぐそばだから、すごいショッピングがいっぱいある。ルーフトップガーデンがあるっていうから行ってみる。わー、なんかガーデンではないけどルーフトップだね。わー、すごいね。海すごい綺麗。すごい景色良かったね。多分ハワイアンのショーやるみたい。筋肉質の男の人が火回したりとかするやつ、ここでやるみたい。これこれ、こういうやつ、ショーね。もう本当にここだけでショッピングができるくらいすっごいいっぱいあるね。すごいかわいい。お食事もできるし、お買い物もできるしみたいな。コーヒー屋さんだ。コナーマウンテン、ホテルのロビー。わー、すごい。プール、そしてビーチ。もう本当にお買い物がすごい。もうショップが至るところにあって、ここもかわいいじゃん。ほら、あのコーナーやつかわいい。そう、これほら、さっきさ ABC で売ってたやつ似てるんだけど、こっちの方がいいクオリティで39ドルだった。これめっちゃかわいい。これ、このアロファってやつかわいいな。リップカールだよ。私の大好きなサーフブランド。あれかわいいな。あれもかわいいな。かわいい。こういうのかわいいんだけどさ、買ってカリフォルニアはまだいいけど、日本で着ようと思うと結構着られないんだよね。こういう類のお洋服が本当にたくさんありますね。あ、これほら、なんかハワイっていうのもいいな。こういうのもかわいいよね、モンステラの。これすごいかわいい。ほら、この辺結構かわいくて好きだわ。さっきのほら、アロハってやつ50ドル、46ドル、14金ゴールド。もうアロハ T シャツのオンパレード。ここはハワイアンキルトのお店だよ。すごいね、かわいい。ハワイアンのかわいいよね、ワンチャンリース。このさ、ボトルのアロハシャツかわいくない？これフラノもかわいい。これ15ドル。これほら、キルトのバッグとかも90ドルぐらいですね。このちっちゃいのもこれで35ドル。あ、バッグちゃん、かわいい。あの子は何の子？あ、ナイトヘアモン。わー、ほら、ビーチビーチ。あー、今日いい天気だね。わー、じゃあ皆さん恒例の360度撮影ですね、ここは。あー、いい。わー、なんだこれ、すごいいい天気じゃん。ダイヤモンドヘッドが今日はくっきり見えますね。わあ、やっぱカリフォルニアの海と色が違うね。真っ青。わあ、もう夏だこりゃ。じゃあ私もちょっと足入れてみようかな。ああ、思ったより冷たいけど、 It's cooler than I expected。 もっとあったかいかと思った。ここもほら、お食事がトロピックスバー&グリル。はい、
じゃあここでご飯するそうです。地面の前これがメニューです。まあどこも似たような感じのメニューだね。波を見ながらお食事しております。わーやばい、ジャイアントサイズ来ちゃった。これねアヒーポケサラだったかな。じゃあいただきます。でも美味しそう。旅行に行くとやっぱり野菜不足になっちゃうからね。特にあの昨日飲んで具合悪くなったから今日はちょっとなんかサラダとかでヘルシーモード。これはねわさびなんとかソースとか言ってたな。あドレッシングこれほらなんかアヒがさシーズニングがついてるね。であと枝豆となんかこれ紅生姜ちょっとそこは衝撃なんだけど、うん、うんうん、意外と紅生姜がサラダにマッチして、あでもアヒがねすごい辛い。スパイシーパウダー、あのドレッシングのねわさびはねあんまりわさび感はない。とにかくアヒの、スパイシーがすごくスパイシーであと紅生姜が結構多すぎまあ私ジンジャー好きだからいいんだけど、あこれ31ドルだったかな。結構なお値段、うん、なんか狙ってる。あー行っちゃった。おカワサトカゲがいたね自然がすごい豊か。あのカリフォルニアのベンチュラより鳥もすごいいっぱいいるし、鳥の鳴き声とかもねすごいはい、ごちそうさまでした。完食したからねあのサラダ今夕方の4時ですけれども、これから歩いてボバ屋さんに行こうかなと思ってて、やっぱりねなんせボバ中毒なんで見つけたところを試してみたいと思います。ここ今メインの通りですけど、すごいもうハワイは本当にコンドとかが立ち並んでて、ホテルも多いし、わーすごいこの木でかいね。ここもカフェなんじゃない。寒さもここね気になってんだよね、ラーメン中村。いつか入ろうと思ってんだけど、前に来たハードロックカフェ、ハワイアンのシャツを買ったアバンティショッピングセンターに来ました。ティファニーもあるし、ルイ・ヴィトンもあるし、ここはショッピング天国でございます。なんかこのジェラート屋さんも美味しそうだね。ジェラート、ジェラート、ジェラートでハッピーアワー、ハッピーアワーって感じあ、なんかデューティーフリーショッパーズがある。これ新しいと思う。ちょっと後で行こう。まずはロイヤルハワイアンショッピングセンター。ルメスもありますね。結構ね円安だけど日本人の人も来てます私いつもここで D&D ルーカをチェックするんだけど、去年買ったこのバッグもすごい使っててちょっとチェックします。こういうほら新しいのある。これいいんじゃない。だってさビニールがかかってるから。これたくさんの食材も売ってますよ。でかいのこのチョコレートチップクッキー。こういう食器もシンプルで可愛いんだよね。ハンカチーフ、この間ねこれのねちっちゃいのも欲しかったんだけど売ってなかったんだよね。あーこれだ、ほら購入可能。あ購入可能って書いてある。ちぐどれがいい、やばくないこれ欲しいんだけど。スリーウェイトート、これスリーウェイなんだね。これいいよねビニールで。でここほらこれもついてる。でもさこれが好きなんだよね。はい、じゃあこのトート買いました。これね去年から欲しかったんだよねよかったよかった買えた。ね38ドルだったかな。じゃあここのね準備カフェというところで今私はいちご抹茶ラテと彼はあったかい抹茶を出しました。どうかな、美味しいかな。 Thank you。 はい、私のはストロベリー抹茶ラテにボバ、彼は普通の抹茶、あったかいのを頼んだんだけど冷たいの出してきて、それでえこれあったかいのじゃないのって言ったらえとか言って、それでまたあったかいの作り直してで料金違うでしょって言ったらえそうなのとか言ってお店の人に聞かれてであ40セント安い、じゃあ40セント返しますみたいな、なんかちょっとサービスはいまいちな感じでした。抹茶、抹茶おいしい、おいしいです最初混ぜないで飲んでみようか。混ぜないと
この下のストロベリーだけ。ボバがすごい大きめだよ。もうちょっと抹茶感強くても私はいいかな。やっぱり日本人だから。じゃあちょっとカレーの味見。あ、こっちの方が本当に濃い抹茶、うん、美味しい。これにするべきだった。ここもちょっと食べてみたかったんだけど、アイランドヴィンテージシェイブアイス、なんかこれ美味しそうじゃない。ピンクアイランドだって。ナチュラルフレーバリング、あ、いいじゃん。タッチパネルでオーダーするのかな。そこにメニューがあるな。シェイブアイスって言ってるけど、まあ、アイスクリーム入ってる。あのレギュラーがまあ8ドルぐらい、キッズサイズが7ドルぐらい。ロイヤルハワイアンセンターのショッピングセンターの隣には、前回もご紹介したけどピンク色のねホテル、ロイヤルハワイアンホテルがあります。そこのね今ねギフトショップ行こうと思ってるんだけど、前回撮影してて帰ってきてからね編集してた時に、あ、どうしてもこのシャツ欲しかったっていうのがあって、今回それをリベンジで買おうかなと思っています。はい、じゃあこちらがロイヤルハワイアンホテルです。かわいいですね。このピンク色とヤシの木がマッチしていいよね。あ、ここのショップ全部がね、なんかピンク色なの。すごいかわいいんだよ。プルメリアの匂いがすごい。ここがロイヤルハワイアンホテルのギフトショップです。そして私が買いたかったのはこれ。これ。ちょっとね、70ドルなんだけど、これ欲しいんだよね。白地にピンクもあるんだけど、ピンクのが可愛いよね。たださ、今見えちゃって気になってんのが、ロサンゼルスって書いてあるんだけど。えみたいな。これ可愛いよね、絶対これ買うわ。これ結構オーバーサイズすごいね。ここはジュエリーですな。これロイヤルハワイアンの子見て、可愛いオーナメント。このクマちゃんも可愛い。ほら小さい子もいるよ。22ドルです。このでっかい子いくらだと思う。これ売ってんのかな。多分これは値段がないので売り物じゃないっぽい。この中くらいの子が38、6ドルです。買っちゃいました。まあ1年越しだからね。あ、前回ここでフラのショーやってたんだけど、今はなんかパーティーなんかな。すごいね、ほらビーチ目の前で、すごいいい感じ。ここ結婚式とかにも良さそうだよね。ここはハワイアンキルトコレクション。すごいね、キルトも面白そうだけど、カシミヤのお店だね。すごいこの開放感がいいよね。車で来た人はこっから入るのね。え、ほら本当に作りが宮殿みたいな感じだよね。ロイヤルハワイアンの名前にふさわしい。お目当てのものをいっぱい今日は買えたので、これからちょっと夕飯食べに行きますが、前回も行ったうどん屋さんツルトンタンがもう気に入っちゃったので、ちょうどここにあるのでツルトンタン行こうかなって話してます。フロア全部が日本食。サントリーの焼き鳥屋さん鉄板、私たちが行くツルトンタン。おー、今日閉まってる。マッチフォース、yeah. Oh, we can come here. Oh, no, 改装工事のため、ちょっと聞いてないわ。Dim sum. Dim sum, okay. ああ、なんかもう気分がうどんになってたんだけど。結局3月4日まで改装工事ってことは、私3月1日に帰っちゃうので、あ、もうここでツルトンタンは来れなくなりました。じゃあ今日はここのディムサム屋さん行きますよ。なんかいろいろあるね、ディムサム。はい、チキン餃子来ました。餃子にチキンってあるんだね。うん、悪くない。皮パリッとしてて美味しいかも。ヌードル来た。おお、餃子も来た。ワンタンのそば、ワンタンのそばなんだけど、ワンタンがこれなんか魚介、エビか、エビだ。エビが私には生臭くてちょっとダメかな。お魚好きな人だったら大丈夫かも。なんだっけこれ、ブロッコリー、野菜の炒め物。
なんか甘じょっぱいソースで炒めてあって、野菜漬けだから美味しいけど、生餃子ニラシュリンプ餃子みたいな感じかな。悪くはないんだけど、ベストな中華料理か、ディムサム料理かって言われたらちょっと微妙かな夕飯も食べ終わったことでホテルに帰ってゆっくりしたいと思います。明日もね、何も予定決めてないので行き当たりばったりでまた行動したいと思っております。これね、新しくできたデューティーフリーショッパーズ行きたいけど、撮影禁止なんで、だいたいちょっとチャラッとチェックしてきます。こんな感じだよ。雨降ってきた。はい、あの今デューティーフリー見てきました。あのね、なんか全ての表示が日本語書いてあって、なんか日本人観光客意識してるのかなって感じで、で日本人の人もいっぱい働いてて、だから日本人の、旅行者は買い物しやすいかもしれないけど、私にはねちょっとあまり魅力のあるものがありませんでした。デューティーフリーのいいところって、なんかデューティーフリーエクスクルーシブ限定品の化粧品とか売ってたりするのが魅力なんだけど、それがねあんまりなかったのでちょっとがっかり、まあ、興味がある方はハワイに来た時に見てみてください。3年前に一旦閉まってたみたいなんだけど、再オープンしたデューティーフリーみたいです。はい、皆さんおはようございます。ハワイ3日目です。イエーイ。